me。はい、始まりました。リエルの未来へ to go のお時間です。204回目の放送となります。ごきげんよう、柴田リエルです。この番組は毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から週2回毎回違うテーマでお届けいたしております。リエルグループではあらゆる業務を行っております。一緒に総合サイトをご覧ください。カタカナでリエル、ロゴ RIIR で検索いただくとこの総合ページが出てまいります。下の方にスクロールしていただくとキレイクリエイター、私がおすすめするカウンセリングシステムを設けながらその方に合ったおすすめ、美容健康にまつわる、そしてエクササイズトレーニングなども交えながらその方に合ったご指導をさせていただきながら、いろんなものをご提案しております。クリニックなどもありますけれども、そうトータル的にも18周年になる会社でございます。そして下の方にスクロールしていただくと各ローマ字の頭文字をページをクリックいただくとDLグループのあらゆる業務を見ていただけます。センターにあります R はDLセレクト、これは全国に業務医療提携しているクリニックのリンクが貼ってあったり、幹細胞治療を得意としております東京渋谷にあります渋谷にありますベル美容外科クリニックのご案内もしております。この番組でもテーマにした回もございますので、ぜひアーカイブでご覧になっていただけたらなと思います。再生医療、若作りではなく若返っていただきたいというところから、もうアンチエイジングは古いということでリバースエイジングということで、皆様に若返っていただく商品や施術などをお勧めしております。ぜひここから入ってご覧いただければなと思います。そしてピンクの愛のページ、ここは世界的に皆さんが称賛していただいている護身術クラブマガの業務でございます。クラブマガはイスラエル発祥の護身術、世界でも称賛されている声がここに載っておりますが、日本では警察、自衛隊、大手警備会社などなど、逮捕術、防護術として採用されている技ということもあり、ご指導させていただいております。もちろん民間の方、一般の方にもご指導しておりまして、お子様、上はシニアまで老若男女問わず、スポーツに自信のない方、経験のある方、ない方問わず、体力、自信のない方も含め、いろんな方にトレーニングを始めていただき、習得していただけるものでございます。ダイエット目的の方もいらっしゃいますし、あとはストレス発散にもなりますのでね、一石二鳥三鳥です。楽しみながら、若返りながら護身術を身につけていただけると思いますので、ぜひまず体験からでも入っていただければなと思います。そしてドラマ映画なども監修しているものもありますので、その過去の作品がここにラインナップしていたり、取材などいただいたものもここに載っておりますので、ぜひ参考にされてください。そして E のページは不動産業務です。何かご相談ある際はここからコンタクトを取っていただき、ご連絡をしていただければなと思います。そして赤い愛のページ、ここは世界的有名な発明家ドクター中松博士の販売店を接っております。中松博士、約4000件の発明品がこのようにございます。皆様がね、知っている商品もたくさんあるかと思いますが、まだまだ知られてないもの、あと身近に便利に助かりながら使っている商品が実は中松博士の発明品だったりするものも数あります。今ね、台風で、なかなか交通便もね、電車も飛行機もちょっと止まっていたりする場所もあるかと思いますが、空港に行くとね、電子掲示板が皆さん見て旅立たれると思いますが、あの電子掲示板もデジタル掲示板も先生の発明品ですし、車や飛行機も先生の部品がなければ動いてなかったり飛んでいなかったりするものもございます。そしてドローンとかもそうですね、いろんなものがありますが、先生自身、ご自身は数え95歳の年を過ごしていらっしゃいますけれども、毎月のように新しい商品を発明し、新しい発明品をこのように出しております。身近にね、手に取って試していただきたい商品もたくさんありまして、先生のもう95歳でもね、現役の発明家であり
事業家であります。そしてもう本当に元気なね95歳で、体内年齢20代30代を誇るねデータも持っておられる方なので、それにあやかるべく皆様にも若返っていただき、そして健康寿命100歳を目指していただければなと思いますので、ぜひこの商品を試していただければなと思いますので、ぜひご覧になってみてください。そして最後の R のページはメディアです。私はじめとしてアーティストもおりますので、ぜひオファーいただけたら嬉しいです。そしてリエルグループではあらゆる SNS やっております。 Facebook、Instagram など、ここから開いていただきまして、ぜひこの番組の最新情報、そしてあらゆる業務のニュースなどを見ていただき、いいね、フォロワーになっていただけたら嬉しいです。そして昨年末より美容健康に特化した YouTube チャンネルもスタートしておりますので、まずはこの動画からご覧ください。はい、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。合わせてベルのマークをご登録いただくと通知が届き、見逃すことがございませんので、合わせて登録もお願いいたします。火曜日日曜日以外の毎日夜7時に最新動画がアップされておりますので、ぜひぜひ参考にされていただければなと思いますし、ご視聴いただいた際にはグッドボタン、高評価をいただくとさらにさらに嬉しいです。はい、そしてですね、今日は204回目の放送になりますが、あらゆるテーマでね、毎回違うテーマでお届けしておりまして、各業務の、先ほどね、お伝えしたドクター中松博士の販売店の回だったり、ご手術クラバガの、実践などをね、見せながら、テーマとしてお話しする回もあったり、あらゆるゲストをお迎えして、ゲストトークをする回もあったりしますけれども、今日は何のテーマか。今日はですね、なんだかもうこの番組の常連とも言われておりますサブ MC とも言ってもいい、アキリンさんがですね、 JK 人気講師でありね、もう本当に世界史の先生なんですけどね、人気講師ですね、アキリンさんがですね、今日はなんか持ち込み企画ということで、乗っ取り企画を持ち込まれたということで、ちょっとね楽しみにお送りしたいと思います。はい、ではお呼びしたいと思います。アキリンです。アキリンようこそ。どうもアキリンです。お久しぶりです。もうアキリンは今年の2月にね、番組を予定してたのに急遽救急車で運ばれて、本当にね大変な感じだったんですけど、見事市長のように復活して今に至るといってね、この元気な姿をね皆さん見ていただき、同じね後遺症とかね、不安を抱えてらっしゃる方もいると思うので、アキリンの経過をね、聞きながら、ちょっと元気なアキリンをね、みんなに見ていただき、元気づいていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日何ぶち込み企画って。ぶち込み企画。何でしょう。今日は、アキリンの未来へ to go の時間。トゥーゴはお持ち帰りですので、ね、皆様に未来へ、明日へ役に立つ情報、元気になっていただけるテーマということをお届けしてるんですが、アキリン何トゥーゴなんかお持ち帰りできるテーマなの？いつもこの番組はこの時間は、そのリエルさんが一人で喋るんでしょ、一人の時もあるね。そう、うん、いやだからたまにはそのアシスタントがいて、なんか聞き手みたいな人がいた方がいいかなと守ってやってきたんです。だけど MC なんです、サブなんです。なるほど、じゃあちょっとあなたがだから中心お手並み拝見で行こうじゃないか。でも何の打ち合わせもしていないので、どうしたらいいんだろうね。どうしたらいいのって、今日だからさ、リエルさんはいつもここで、たくさん仕事してるわけでしょ、いろんな業務を、その中で特にこう役に立つ統合できるものを特に紹介する、なるほど。でしょ？だから今日は何を紹介してくれるのかなと思ってきた。いつも一人の時はですね、中松博士の商品だったりとか、あとリエルセレクトって言ってね、私がおすすめしている商品があるんですね。それをこう世の中いろんないいものがたくさんあると思うんですけれども、自身で使って実感をし、でいろんな方におすすめしたそのデータもね、日々カウンセリングをしているので、いろんな方の実感とかお声を日々こうどんどん募っていってるわけですよね。なのでそういう体験とか実績とかその実効果とかをね知りながら、いいものだけを集めて皆様にお届けして、そしてこう実感できるカウンセリングをプラスしながら、おすすめしているリエルセレクト商品っていうのがあるんですけど、それがね日々カウンセリングしてるのがめっちゃ大変なの。
カウンセリングっていうのはその質問とかがあったら答えるんでしょ、うん、そうなんです、うん、であの DX セレクトっていうと、まあ、私が本当におすすめしているものをラインナップしてるんですけど、うん、まあそれをね他で、まあ、たまたま手にして買って使ったことがあるとか、それをもともとその取り扱っていたところもあったりするものもあるので、うんうん、それを取り扱ってたところに会員になって知ってるとかいうものもあるんですけど、うんうん、でもねそれを聞いた時に、あこの商品はね僕私会員になってるから知ってますよってよく言われるんですよね、うん、だからもう知ってるからいらないって言われるんですけど、うん、いや DL セレクトではこれおすすめなんですよって言ったりとかしてると、いやもう会員になってるから知ってるんですって言うんだね、うんうん、でも私からすると、あ知らないんだね、全然分かってないんだねっていう話なんですよ、うんうん、でいや分かってますよ、会員になってるんだから、うん、買ったことあるんだからって言うんです、うん、そうに会員になった人って、うん、例えばさっきそこのリンクあるじゃないですか、うんうん、そういったところから自分でまあたどり着いて、うん、それでその会員になる、ね、そう勝手に、まあ、買ってそのまま買ってくれる人でしょ、使ってたりするんだけど、うん、もうそれから実感というか効果がわからないままに会員になってるけどもう終わってるみたいなことになってるね、うん、で、じゃあそれは分かってないね、商品のこと分かってないですよって言うと分かってるって言うんですよ、うん、いや分かってないから続けてないし、もし本当に分かってたらそのセレクトを見てなくてね、私だって知らなかったりすると、うん、私にまず一番にね進めてくるべきでしょ、進めてくるはずでしょ、うん、いやこれね今すごい気に入ってて使ってるんだけど、これいいよ DL さんこれいいよって進めてくるはずなの に、ね、そう進めてこないっていうことは分かってないんだよって言うんですよね、うんうん、それで分かってないっていう話から、でこれはどうやって使ったら、ここどうやって使いましたかっ て全部聞いて、でいやこれはこうした方がいいんですよ、こうした方がいいんですよってその方に合った使い方をご指導すると、うん、全然ね同じものなのに、うん、当初使ってた実感とかと全く違う実感が自分に体感できて、うん、こんなものだったから本当同じものなのかなって言って、うん、以前使った時はこんな感じはなかったのに、えこんな実感だったら続けるって言って、うん、カウンセリングを受けて使った方はみんなね 100% リピーターって言っていいぐらいに、毎回その商品を DL セレクトの商品をどん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 ね続けて使っていってくださって、うん、若返っていってくださるんですけど、うん、まあでももうそのだからねカウンセリングを本当にね活用してほしいと思います、うんうん、でも普通さ世の中に売ってる、まあ、そういう製品、うん、あんまりそのカウンセリングとかでその作ってるとか売ってる人とそんなにコンタクトないじゃないですか、うん、だからこう聞いてきてほしいですよね、うん、それ珍しいよね、もうよくほら売りっきりに、うん、もう売りっぱなしにするところがまあ多いじゃないですか、うん、まあそれもね一つの形でね、どんどん言われたり連絡来るのが嫌だっていうね、昔の通販とかはそういうのでちょっとね嫌な思いをした方もいると思うので、ガンガン言うのはあんまり好きじゃないって方もいると思うんですけど、うん、でもまあこちらから書けないので、向こうからお問い合わせいただいて、どんどんいただく分にはお答えして、でしかも DL セレクトの商品をねお買いいただいてる方ってね全部無料なんですよ、うん、無料カウンセリングだから、うんうん、でDL セレクト商品以外のものでこういうの使ってるんですけどって言ったものも全部ねご指導というかお伝えさせていただいてるから、すごい便利なシステムなので、うんうん、皆さん活用いただいたらなと思って、うん、だってうちの商品じゃないものもねそれこうですよこうですよとこうなんか伝えてあげたりとかしてるので、うん、重宝されていただいてる方も結構会員さんはいるんですけど、うん、だからもっとフル活用して実感をねしてほしいと思うんですよね、うんうん、でなんか同じいいものでも使い方を間違ってると全然実感されなかったり、多少の効果で多少の変化で、うん、なんかもう終わっちゃってる方がいるから、うん、すごいもったいないなと思うので、フル活用して本当にどんどんね若返ってほしいなと思ってます、うんうん、なるほどね、うん、で今日は何か具体的な商品のお話があるんですか。今日はねもう一番もうメインはねこれですね、うん、マトリックスエキスなんですけど、小瓶だね。そう小瓶です。でもね幹細胞化粧品に入るんですけど、幹細胞商品ではあるんですけど、うん、世の中ね幹細胞っていっぱいなんか最近もう大体皆さんが耳にする幹細胞、そう幹ってどういう字、幹
ミキね。それも、そう、それもね、もう何回も言ってるのに、ね、幹細胞って言うとね、あ、知ってる。でもね、幹細胞はもうそんな、肝臓はね、元気だから興味がないとか、うん、そうそう、肝臓だと思うよね。そう、肝臓の細胞って思ってる方もいて。そう思います。いや、だって僕さ、文系で理系じゃないから余計そうなんだけど、うん、パッと聞いてね、その幹細胞ってのはそのイメージなかなかないよ。まあ確かに聞くけどね、うん、最近いろんなところで聞くけど、で聞くけど聞きかじってるだけだから皆さんすごい間違って認識されてたりするんですけど、あの肝臓の細胞じゃなくて幹の細胞、うん、もうあのもう元ですね体の、うん、でそのまあ誰にでも幹細胞って人間の体にはあるんですけど、うん、その元となる幹細胞から培養して作っている商品なんですけど、うん、ね、その体のどこにある細胞？もう細胞で細胞、もう生まれた時あるぞたくさん。もう、あの幹細胞が生まれた時に受精して、うん、形になって、うん、あ、最初に1個あるやつね。ですよね。うん、それがどん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 増えてくるんですよ。分裂していくからね。はいはい、で分裂してって幹細胞が1,2,4,8,16,32,64,128 ってこうどんどん増えていくでしょ。うんうんうん、で128までが何にでも変われる細胞なんですよ。ああ、はいはい、元のやつね。そうそう、はいはい、あのちっちゃい時に学校で習ったでしょ。で何にでも変わる細胞が128までなんですけど、うん、それ以上になると256とか512とかなってくると目的が決まってきて、うん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 、でその目的が決まったものがそれぞれこう心臓になったり、うん、肝臓になったり、うん、肺になったり、膵臓になったり、胃になったり、うん、腸になったり、どんどん臓器に作られていって変わっていくわけですよね。うんうん、その遺伝子の情報で変わる。そうそうそう、どんどん分裂して変わっていくわけですよね。うんうん、その、どんどん変わっていくわけだから、もう生まれた時から幹細胞ってどなたにもあるわけです。うん、でどん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 減っていくから、減って体の中の幹細胞がゼロになった時が、うん、その方の寿命と言われているわけです。だんだん減るの、劣化して減るの、もう加齢、年を取ったことによって減っていったりとか、うん、あと幹細胞って再生力を、うん、再生したりとか、そのどんどん作っていくのもあるから、例えば病気になったら病気を治そうとか、うん、怪我をしたら怪我を治そうと思って、うん、そこにガーって幹細胞がね働いてしまうので、うん、どん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 そういうこと減るわけね。疲れちゃいますよね。だから幹細胞って要はチケット制みたいな感じ、うんうん、寿命の人間が持ってる回数券みたいな感じで、はいはいはい、いっぱいみんな持って生まれてるんだけれども、うん、人によって大病したり怪我したりすると、うん、そこで使われちゃうから、人によってその幹細胞の残りの量が変わってきちゃう。だからゼロになった時がその方の寿命だから、うん、だから病気で治療してどんどん使われてしまうと、よくほら病気になって退院して帰ってきた時とか、うん、こう治って帰ってきた時って元気になって健康になって治って帰ってきたかもしれないけど、一気に老け込んでたり、うん、なんか病気になったと思ったら急に老けてたりとかするでしょ、うんうんうん、僕5キロ痩せた、うん、戻ってきた時に5キロ痩せた。やっぱりその幹細胞が病気を治すことに命に優先で幹細胞って使われるから、うんうん、病気になった時一気にそこに使われちゃう、うんうん、そうすると残りがどんどん少なくなってくると、今度何かあった時にその優先してそこに使わなきゃいけないから、うんうん、あんまり使わないように幹細胞も賢いからね、うんうん、使わなくなるんですよ。だから適当なことに使わなくなるから、見た目は命に関わってないから後回しになるから、どんどん老けたりとか、うん、若返っていかないとか、うんうん、あと若い時は幹細胞がいっぱいあるから怪我もすぐ治ってたけど、年を取ると病気のために保存しときたいから、ちょっとした傷が治りにくくなったり、うん、跡が消えなくなったりとかあるじゃないですか、うん、だからそれは減ってるから優先してそういうとこに行かなくなるから、年取ったら怪我が治りにくかったり、うん、回復しにくかったり、ね、疲れとかも回復しにくかったりとかするでしょ、うんうん、だから幹細胞ってそういうことで疲れてどんどん少なくなっちゃうから、うん、ゼロにならないようにっていうので、今再生医療の力でね、うん、ご自身の自分の脂肪から脂肪を取って培養して戻して、うん、幹細胞をゼロにならないようにこう増やしましょうって、うん、で寿命を伸ばしましょうっていう再生医療があるんですけど、まあ、それは医療だから、うん、医療施術なので病院でやることです、うんうん、だからそういうのをテーマにしてお話しした回もあるので、それは見てくださいね、うんうん、ベル美容外科クリニックが、ね、得意としてる幹細胞なんですけど、うんうん、そういう美容施術は命の保存ということでやっていただくのも一つかなと思うんですけど、幹細胞っていうのは再生力があるから、うん、化粧品とか若返りっていうのもすごい使えるってことがはっきり分かって、うんうん、で幹細胞商品っていうのが世にいっぱい今出てるんですけど、うん、もうこれもね、幹細胞化粧品っていうね、こう簡単にみんな書いてて、うん、
まあ販売するのにね、こういっぱい長い説明書けないから、うん、幹細胞にまつわる商品って意味でね、幹細胞化粧品って書いてしまってるところが多いんですけど、うん、まあ説明不足というか紛らわしいというところで、でカウンセリングの時にね、幹細胞化粧品には幹細胞は入ってないんですよって何回も言ってるんですよ、うんうんうん、幹細胞自体ではないのね。そうなの、うん、あの幹細胞は医療レベルの医療施術で、うん、やることだから、幹細胞の培養して戻すってのは医療レベルだから、うん、医療施術になっちゃうので、うん、病院のことですよね。それは医療は。その医療レベルのものが化粧品に入ってるわけがないし、うんうん、ましてや幹細胞が入ってたら怖くないですか、うん、だって人の細胞がここ浮いてたり入ってたりしたら怖いでしょ、うん、そんなマムシの酒じゃないんだから。そこそこまでではないってことね。そう、なんか薬ではないってこと。臓器が入ってるわけじゃないんですよね、うんうん、だから幹細胞は入ってないんですよって。でも幹細胞の培養液と上澄み液が入ってるものが幹細胞化粧品というふうにして売られてるんですよって何回も何回も言ってるんですよ、うん、カウンセリングで、うん、それであそうなんだって言って、幹細胞に入ってないので、幹細胞の上澄み液は培養した液が入ってるのが幹細胞化粧品っていうのねって言って復唱して分かってるのに、また何日間かしてまた聞くわけで、同じこと聞くんで、そうで幹細胞化粧品は幹細胞が入ってるのよね、うんうん、だから幹細胞入ってないですって何回も言ってそれをお伝えしていると、まあ、分かってくれたのかなとか思って使ってますよね。そうするとある時、幹細胞入ってないんですよ、幹細胞培養液で作ってるんですよって言ってると、うん、分かってる、でも見つけたのよ、幹細胞が入ってる化粧品があったの、うん、だから買っちゃったのよ、それを今使ってるって言うんですよねえ、それは困るじゃん、これには入ってないけど、うんうん、幹細胞が入ってるものを見つけてきたのよ、いやそれにも入ってないんですみたいな。だからね、幹細胞入ってないのに幹細胞化粧品って書いてるからって、うん、もう本当に勘違いして買ってくる人は結構いるんですけど、うん、入ってない、うんうんうん、なるほどね、うん、その時は分かるけどやっぱしまた分かんなくなっちゃう人っているんで、なんでですかね、なんかもう本当にね、あんだけ言ったのにと思って椅子から落ちちゃうになっちゃうのに、うんうん、だけどさ、僕らは学校で教えてたりするでしょ、うん、ただ生徒とか学生とかいるでしょ、うん、でそういう人になんかこう喋るじゃないですか、うん、こうまあ、説明とか、うん、でこうもう一生懸命10分ぐらい喋るでしょ、うん、でそれで終わって、あ、分かったのかなと思うと、うん、その子は同じことを聞くんだよ今言ったでしょっていうのを聞く人いるんだ。もうそれのね、それ悪気ないんですよ、ね、もうその反復が大事なのかなと思ってね、そう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 、それが日常です。そうだ、それ日常なの、学校ってそれの繰り返しなでしょ、うん、本当にね、もうだから反復をね最近楽しんで毎回言ってる、うんうんうん、それって何なんだろうね。もう本当に言いますよ、もう幹細胞化粧品に幹細胞は入っていません。幹細胞培養液、上澄み液が入っているのが幹細胞化粧品です、うんうん、でなんで幹細胞が入ってないのに幹細胞化粧品とかって言ってるんだよっていう人いるんですけど、それは他社さんに言ってって感じなんですが、うんうん、でも長ったらしく書くのって大変だから、もう分かりやすく幹細胞化粧品って、ね、まあ、書いてるんだろうと思うんですけど、あの本当そこはもうあのユーザーさんの方でね、もうちゃんと正しく覚えていてほしいなって思いますよね、うんうん、細胞入ったら怖いでしょみたいな、うん、入ってるわけないでしょっていうね感じなんですけど、うん、でも幹細胞の培養した上澄み液が培養液が入っているので、うん、まあ、まつわる商品、うん、まあ、幹細胞と同じぐらいの効果効能というか、まあ、あの再生力があるというデータのもと、うん、上澄み液もいいものだということで作られているので、うん、あのまあ、うん、幹細胞に、ね、うん、まあ、匹敵と言ったらあれだけど、うん、あのそれぐらい役に立つ再生力あるものだっていうことで評価されているものだっていうのはありますね、うんうんうん、じゃあ何が分かりやすいのかっていうと、前もね、あの幹細胞の回で言ったんですけど、幹細胞っていうのがまあ細胞ですよね、まあ、それがお米だとします、うん、で皆さんほらお米洗うでしょ、ご飯食べる時のお米洗うじゃないですか、炊く、うんうん、前にね洗うでしょ、うん、で研ぎ汁が出るじゃないですか、白っぽいのが出る、そう、白い液が出る、そう、あの研ぎ汁の白っぽい液が培養した上澄み液と思っていただいたら、うん、でもあれって捨てるものじゃないって言うじゃないですか、うん、まあ、確かにだから捨てるものだと思って捨ててたんですよ、ね、でもあれ食べる人いるじゃん、飲む人いるよ、ね、だってあれほら米ぬかみたいな、思い言ってな、なんかあるある、あと米ぬかみたいな感じで、あの
飛び汁を洗うと、うん、あの肌が白くなるというふうにね昔言われたりとかあったりして、うん、あれも効果があるんですけど、うん、でもなんかもう捨てちゃってるじゃないですか、うん、捨てる人多い、ね、それと同じで捨ててるけれども栄養があるというものなんですよね、うん、だからこの培養した上澄み液も捨てることはもったいないと、うん、これ活用できるじゃないかと、栄養があるんだからって、再生力があるんだからって言って、うん、そのデータのもともったいないからって言って、同じぐらいの再生力があるからって言って作られたのが幹細胞化粧品と今言われているものです。なるほど、いや、その原理とか製法は医学的なものだってこと、ね、そうです、そうです。で、できるものはじゃあ薬ではないけども、そういう機能を持った、うん、まあ、そのまあ化粧品といえば化粧品、そう、化粧品って言うからいけないんじゃない、うん、まあね、でもまあ化粧品類だからね、うん、なんかわかんない感じになっちゃう、まあ、まあなんか税法上であるのかな、うん、なんかね、呼び方がね、うん、これはね原液でね、あの5ミリにしてるんですけど、うん、もうこれはすごい再生力で、本当にもうどんな方でももう肌にね、全身いいんですけど、うんうん、もうでもな、再生力の証という意味では、あの火傷、うんうん、あのこの前ねカウンセリングしてた時に、あのお母様がこう使ってるんですけど、あのお子様がね、あのなんかちょっと火傷しちゃって、お湯がね、あの熱湯かなんかかぶっちゃって、うん、やけどしちゃったから、あのそれどころじゃないみたいな、大変な感じだったんですよ、うん、じゃあ、あのこれを今あなたが塗ってるこれをそのやけどのお子さんの肌に塗ってあげてくださいって、つけてあげてくださいって言ったら、うん、え、これ化粧品よ、あなた顔に私が塗って、あのお手入れしてる美容液をなんでやけどに塗るのって言うんですけど、うん、いや、再生な幹細胞、や、あの再生力があるので、やけどにすぐこれを塗ってあげてくださいって言ってたんですね、うんうん、そうするとこれ塗ったら普通ってなんかほらなかなかヒリヒリして跡が残ったりとかするでしょ、うんうんうん、もうね1週間ぐらいしたらすごい綺麗に普通の肌になってましたよ、うんうん、なるほど、うん、まあ、子供はね再生力も肌でさ早いけども、うんうんうん、まあ、促進するのかもしれない、大人でもいけます。だからやけどした時とかにも塗っていただいてもいいし、あ、だから再生力があるからシミとかね、そばかすとかそういうのも、うんうん、あのターンオーバーを早くするので、うんうん、あのおすすめですし、うん、再生という意味ではね、あのこれをちょっと美容院行った時にあのトリートメントとかに一時的こう入れてしていただくと、うんうん、髪の毛が本当にツヤツヤになったり、うんうん、髪の毛が伸びが早くなったり、うんうん、再生するから髪の毛伸びるの、うん、だからそういう意味では本当にいろんな使い勝手があるから、うん、一家に一本持っててくれたら、うん、本当に携帯しててくれてもいいかなと思います、うん、でもそれすぐなくなっちゃうね、5本ぐらい買わなくちゃ、うん、だからあのガンガン使ってほしいなってありますけど、これって当初あの出した時に通常ね化粧品業界で、何万いく何個売れたらメガヒットって言われるか、うん、はっきり知ってる、うん、いや聞いたことないな、だいたいね化粧1000本ぐらい、うん、うーん、だって5000本、1000本くらいは、ね、売れちゃうから、うん、1ヶ月に5000本売れたら化粧品はメガヒットって言われてるんですよ、うん、じゃあ年間で 5万、6万、うん、ぐらいだね、うん、がメガヒットって言われてるんですけど、うん、これ初めて出した時、15分で1万本、うん、皆さんがもうこんなものがあるのかって言って試したら、それが皆さんがリピートになって、それはネットってこと？で、そのね15分の時はあのそれを説明しに行った、うん、あ会場で、うん、1万本15分で、はい、ってなってたんですけど、それがもう今もずっとこれはもう大ヒット商品、ロングセラーなんで、ね、でもう何年前の話なの最初？もう一番初めが2018年から2019年から考えたとしても、ああ3、4年っていうことだ、そう、うん、で未だにもこれがずっと愛用されてるという、うん、もうね、いろんな方が使って写真とか送ってきてくださるんですけど、うん、本当にもうみんなが若返ってて、私はそれで嬉しいなと思って、うん、カウンセリングのね原動力になってるんですけど、うんうん、もうこれはみんな使ってほしいなって思います、うん、まあ、使ってる人は分かったわけでしょ、うん、で、うん、男性が特にね今増えてます、うん、だってほら男性って化粧しないでしょ、まあでも最近はでもそこ違うんじゃない、まあ僕は違うけどメンズエステも流行ってるからね、今の若い人はだってお化粧するよ、あと日傘さしてるじゃん、あ、日傘も大事かも、日傘男子とかさ、だから
下地化粧品とか使ってる人普通なんじゃ。下地とかもうね今はねノーファンデ私も今の、うん、もう毎日ですけどノーファンデなんですけどファンデーション塗ってない、うん、もう本当もう塗ってない触る？あそれすっぴんなんだ。そうもう何にもファンデーションは一切塗らない。それがすごい。でももうこれ塗ってもうどんどん再生してるから。じゃあここにその実証があるわけですね。もううちのスタッフとかみんなそうですし男性とかもみんな使ってる方は本当どんどん若返って、うん、だって男性だってもっとね女性よりもほら素肌でずっと長い国でしょ。日に当たるしね。ねだから綺麗な肌の方がいいでしょ。男性も綺麗な肌の方がモテるから。それにほら本当それ。年を重ねてくるとさシミとかふすべとかやっぱシミとかシワとか気になってくるでしょ。そうです。おじいちゃんみたいになるでしょ。おじいちゃんにならないようにもう再生してほしいんです。だから男性もねこれすごい使ってる。そうなん。でこれ原液なんですけど普通はね今アキリンが飲んでるみたいな2リットル、うんうんはい、ペットボトル、ね、これ200でしょ。そうそれぐらい入れるの、ね、200ミリぐらいのこのお水の量のボトルにそうこれをボボボボ、まあ、これをね1滴1、2滴入れて売ってる化粧水が、まあ、某有名化粧品いっぱいあります、うん、それが、ね、2万円とか3万円とかでね、うん、幹細胞化粧品とかで化粧水とか美容液って言ってね、うん、その 200ml って言ってね、うん、1ヶ月分とか言ってね売ってる化粧水がね何万円とかで売ってるんですけど、うん、そんなこれ1滴 1,2 滴を混ぜてほとんど水の化粧水を使うよりも、うん、原液をもうジャブジャブって使った方が早くこう、うん、変わってもらえるから本当おすすめなんです。それはすごい。だってそれ薄めて売った方が儲かるんじゃ。でもほら 1,2 滴薄めてもすごいやっぱりね実感してもらえるものはあるけれども、うんうん、1,2 滴でも再生するんだったらだって人生さもう早くほら変わりたいじゃない、うん、若返って結果欲しいでしょ、うんうん、だからそう先がほら迫ってくるとね。そうそうだから 1,2 滴で時間ないんだ。そう 1,2 滴でも十分実感はされて綺麗になって再生するけれども、うん、でももっとこれガンガン塗った方が早くない。その1ヶ月 1,2 滴をさ実感してるんだったら現役でもっと早く実感しようって思うじゃないですか。だからそれを勧めてたんですよ、うん、そしたらいやもう私はねもう毎月で2万も3万も出してね高級化粧品をね使ってるんだからね、うんうん、もういいのよって言うんですよ。だってこんな現役いくらするのよこれ、うん、って言ったらそれでいくらなんですか。これでね僕知らないけどこれでDL セレクトは5000円今なら5000円。いやもうこれ見てる人だけしばらく5000円にしてるよ、うん、見てる人だけにね、うん、もう本当にね今電話でほら受け付けてももうこれをね使った人はね本当にえっていう感じ、うん、だからもう最初ねそのね 2万円まあ2万円としよう、まあ、2、3万だと思う、うん、2万円としよう、うん、2万円でこの 1,2 滴の量を使っててもね、うん、なんかこうこれでねそう肌ツヤが良くなったって喜んでた方が、うん、2万円だからね現役って言ったらこれ何十万するのよって言われたんだけど5000円だからって言ったらえってことは現役を4本使えるんじゃない本だ1週間に1本ジャブジャブ現役を浴びて4週間で2万円使って4本現役ジャブジャブしたらえこれ一時的を2万円で買って何年かかんだよってなるでしょ、うん、そしたらじゃあ試してみるわって言って初めて試された方が、うん、3日でお電話くださった方がいて、うんうん、あなたこれ何なのよって言って条件で3日間最初の1週間とか3日間とか写真を毎日ね撮ってね、うん、残しといてくださいって言ったんですよ、うん、そしたらもうめんどくさいので分かったわって撮ってたら3日目に自分の肌の経過がすごい分かって、うん、1週間もしないうちにねすごい変化が見られたって言われて、うん、あなたこの写真見てよって言って見せていただいたら本当にねすごい変わったの、うんうん、そういう方がいっぱいいらっしゃって、うん、でもこれ私10個ぐらい若く見えるようになったわからそれがどんどん再生してすごいね若返っていう方がたくさんいらっしゃるので、うんうん、もう私ねこの2万円の高級化粧品やめたらもうこの現役ジャブジャブこれ1週間ジャブジャブいくわっておっしゃられて、うんうん、それでもう何年も毎月リピーターしてる方がいっぱいいるの、うんうん、もうだから知らない方はもう遅くはない今からでも本当に使ってほしいって感じです。すごいなんか今日説得力あります。マジでいつもよりあるだってほら
年を重ねてね、ダブル二十歳かもしれないような感じのさ、うんうんうん、状態でね、すっぴんで何もしないでいられるって良くない？楽でしょ？それはいいです。それであの、ノーファンデだってことが気づかれないのが嬉しい。うん、つかないね。わ、うん、かんないでしょ。そうそう。そう。すごいすごい。で逆に、ね、なんか上にファンデーションする方が、あのツヤ感をマット感にするから、うん、あマットになる、ね、なんかね、あの逆にね、落ち着いて見られちゃう。うん、だからもう一切ファンデーションやめたんですけど、それはすごい。でしょ。だからもう50代、60代、70代、80代の方もノーファンデでいらっしゃるっていうのがすごい嬉しくて。ぜひ皆さんマトリックス使ってください。だってほらすんごい若い人 10代とか、うんうん、その人ってあんまり変わんないじゃん。でしょ。変わんないけど、うん、それがずっと続いたらよくない。そうそうそうだそういう若い子もこういうのしてると、そうその衰えないの。そうそう、だからあの進化あのすごいじゃん、老化を遅らせる。ああそう、だからもう重ねた人はリバースで10個20個若返って戻して、今若い人も現状維持を長くして20代を続けた方が良くないで、20代の続けた状態で40、50になった方がいいでしょ、うん、少しでも、まあ、確かに。だから本当に、まあ、どっかでね、再生してほしいと思います、はあ、うん、すごいな、今日説得力満点です。本当いつもより説得力がある。でこれなんで5000なのっていうとね、それはねちょっともう企業秘密もあるんですけど、ディエレセレクト5000ですよ、まあ、ちょうどいい感じだよね。もうでもこれを研究してるね、あのドクターたちはね、研究してる人たちはみんなあのひっくり返りました。5000円ってなんだよっていう、5万円って それ以下で売らないでって言ったでしょっていう、うんうんうん、でもね、みんなに届けてみんなが若返ってほしいので、うん、DL セレクト今も末吹き5000円でやっているので、うん、ぜひ皆さんお試しください。うん、まずこの分量だとやっぱり5000円で抑えるにはこの分量になるってことでしょ。うん、そうだよね。でもこれをね、あれですよ、今使ってる化粧水にあの、うんうんうん、混ぜて使ってくれたら、うんうん、一時的でもすごい実感はするから、うん、だって一時的をね、200ミリ盗めた化粧水だって実感してる方がいて、うんうん、高級化粧品って言ってね、あのすごいヒットしてる CM とかもやってたりする商品だったりするので、うんうん、すごくいいんですけど、もう現役使っちゃってみてください。なるほど、まあ、スターターとして5000円ならまあいいんじゃないですか。でしょ。5万円じゃないんだ。でしょ。で、まあ、ご自身のご褒美にジャブジャブやって、うん、あとはこのご自身の今も、ね、あの使ってる化粧水でいいので混ぜていただいていいから、こうシポシポって混ぜてね、うんうん、使っていただいたり、手のひらでこう混ぜてブレンドして使っていただいたりとかするのいいかなっておすすめしてるので、うんうん、無理しないでこれを混ぜていただければいいですよって、現役だから何かに入れて混ぜてくださいって言ってるんですけど、うん、逆に効かないの。現役の方が早いからこれでいくっていう。まあそうだよね。もう迫ってる人はね。そう、そうそう、最初はね混ぜて使ってくださいって1本ジャブジャブもったいないかもしれないからって言ってたら、逆に拒否られるようになって現役でいくって言われて、で現役でいってる人はもうどん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 ね、ビフォーアフターがすごくって、あの写真とかね、最近写メとかね送ってくださって、うん、データパンクするように皆さん送ってくれるようになりました、うん、なるほど、うん、で使ってください使ってくださいって言って、うん、本当にあんまりねこう綺麗になるとね、みんなに見せたがる、うんうん、だと外も出たくなるし、あの笑顔も良くなるからね、うんうん、あのこうプライベートも開けたり、うん、仕事の業績も上がったりして、うんうん、すごいみんなハッピーハッピーみたいな、うん、確かに、うん、人生がね、人生が変わるってことがありますよね。そう、やっぱりね、心も元気で見た目も元気でね、お財布も元気になるっていうね、もう本当にすごい魔法のエキスですよ、うん、皆さん、うん、ぜひお試しください、うんうん、そしてあきりまだねまだ一つしか言ってないんですけど、なんかもう一つぐらいいかな、これもうこれはそれは何ですか。それはこれはね、クリームだね。これはもうあのクリーム、これはマトリックスの、まあ、同じ養鶏幹細胞の培養液入ってるんですけど、うん、あのクリニックでもね、これをもう使ってくださったりとかもしてるように、うん、おすすめされているマッサージクリーム。マッサージクリーム、そう、うん、あの湿布とか貼ると肌荒れたりとか、うん、あのかぶれたりとか、湿布薬が苦手な人とかいるじゃないですか、うん、あとつけててもこうみっともなかったり剥がれたりするでしょ、うんうんうん、もうこれだけ塗っていただいたらっていう感じ、うんうん、あのさっき僕ちょっとやってみたのがちょっと湿布系の香りがして、そうでもすぐ飛ぶから、うんうん、一瞬です。なんかすべすべな感じがする、うん、再生するし、これね、あの PDS 化して、うん、あの皮膚浸透技術で作られているので、うんうん、塗るだけで、あの真皮層まで入っていく、うん、その
届いてほしい場所にまで届けてくれる薬をね、うんうん、その成分を薬っていうか成分だね、成分を届けてくれるので、うん、本当にあのもう技術が違うから、うん、いいものも届かなきゃ意味ないでしょ、うんうん、Tポイントに。でも届ける技術で作っているものなので、うん、もうこれは絶対塗ってほしいなと、うん、でなんかほら普通の薬でもそういう浸透性のいいものってたくさんあるよね、出てきたよね昔と違ってね。浸透性がいいと言っても結局浸透しないんだな、うんうんうん、でもこれはあの医療レベルのナノ PDS っていうね、うん、あのデリバリーシステム、うん、あ名前がナノっていうのね。そうもうナノっていうのはほらすごく小さいっていう単位だよね。そう、そうです。それをパーティクル、もうあの細かくデリバリーね運んでくれる、うん、だから届けてほしい、その痛めてるところに届けて、うん、成分を届けて効いてくれるっていうね、うん、皮膚浸透技術製法で作っているので、うんうん、あのいい成分を届けてくれる技術が違う、うんうんうん、でこれをね塗るとあの今ねアスリートさんとかもすごいこれねあの重宝してもらってて、うん、ほら毎日のトレーニングで痛めたりとかするでしょ、うんうんうん、でちょっと医療レベルだったりして休まなきゃいけないかなとか手術かなとか思うところでも、うん、これを塗ってそれがね緩和されたり、うん、手術を見送られたりとかいうぐらいにすごい再生力がまたすごいの、その筋肉とか筋とかに届くわね。だから筋肉痛ぐらいだったらね結構すぐ早い、うん、捻挫とかでもね吸い込んでおいてくれれば、うん、次の日も結構歩ける、うん、あれちょっと運動してほら痛く後でちょっと痛くなるじゃない、うん、あれってその時その筋肉って壊れてるんだよね、うん、だから再生損傷してる、そう、それを再生してくれるから、うん、幹細胞培養液が入ってますので、ね、うん、再生してくれます、うん、であのなんていうのバネーミとかあとヘバーデンとかちょっと指がこう変形してくるそういう方も、うん、あの塗って良くなったっていう、ね、お声を聞いたりとか、うん、あと腱鞘炎の方とかあと楽器弾く方とかねずっと、はいはいはい、方とかも塗って、うん、あの毎日ね再生して、うん、あの痛みを緩和したり、うん、あの守れ痛みが守れてますっておっしゃったりとかね、良くなってなら痛くならないように守れてるっておっしゃる方もいたりとか、うん、あとねあの知人の、整体師さんがいて整体院をオープンしたっていうおっしゃったんですね、うん、オープンしてから全然ねリピーターさんがいなくてなんかもうどうしようかな経営どうしようかなって言ってて、まあ、まあそれなりの、整体師さんだったと思うんですよね、うん、そしてねこれをねおすすめしてこれをね吸い込むように使って、施術をしてあげたらいいと思いますよっておすすめしたらね、うん、すっごい行列ができるというかね予約が取れないぐらいに流行っちゃったの、うん、だから技術を磨くよりねあのプラスアルファしたっていう感じで、うん、だって塗り擦り込み方とかねそれ技術でこう擦り込み方が余計ねうまくいってるかもしれないから自分でこう塗るのもいいんですけど、うん、そこで使ってこれを施術したことによってその施術力も生きたという感じで、うん、そういうねあの整体院さんとかクリニックさんとかもあとサロンさんとかもこれでねマッサージエステされたりとかしたりとかすると、うん、余計ね実感されたりとかするのも喜ばれてるってこともあるので、うん、個人の方だけじゃなくてそういうサロンさんとかにもお勧めしてます、うんうん、よくは普通のオイルとかでやるじゃない、うん、でもオイル浸透しないもん、ああのそうだよね皮膚浸透技術が、うん、これ表面でベタベタするもんねだけでしょ、ね、これ PDS 技術で作っているので、もうこれもぜひ擦り込んでいただきたいです。擦り込んでね。うん。腱鞘炎に効くっていいね。あと肌も再生してくるし、あの引き締まってきますよ。うん。ダイエットしたい人とか、うんうん、なるほど。そういうねお声も出てますから。うんうん、楽器ね、弦楽器ってあのチェロとかやるのね。うん。その弦楽器やる人ってその腱鞘炎がやっぱし一番ネックっていうかなりやすい。うん腱鞘炎って治んないんですよ、うん、でしょ、そう、もうすんごい痛くて治んなくて弾けなくなっちゃう人も多いし、うん、そしたらあれ手術するんだよね腱鞘切るじゃない、そうでしょ、あれがすごい大変な、俺こっからさチョンって切ってパチンビューってやれ切れますよって医者は言うんだけど、うん、切れないんだよあれ、うん、カチンカチンになっててさ、そうで普通はあのステロイド注射で最初やるけどステロイドで治んないと切られちゃう、うんね、そう、なんかそういう方も結構いらっしゃって、そういう人に聞くっていうのはいいと思う、うん、まずね、まずここから試していただいたら、うん、それが見送られるかもしれないし、うん、しなくてもなるかもしれない、予防になるとか、ね、そうそう、だからねぜひあの試していただいて、で試した方がもう本当にねこれ何魔法のクリームっていうね、魔法とかそう言わないでくださいよって言うんですけど、うんうんうん、でも本当に、ね、そういう
表現をしてくださる方が多くて、もうアスリートさんとか楽器を扱う方とか、まあ、握手が多い方とか政治系の人 と。とかよく使っていただいて、ああ。もうまとめてね、バンバン塗ってらっしゃるから、5本とか3本とかまとめて買ってらっしゃる方とかもいるぐらいに、もう1人1本もう毎日持ち歩いてほしいって感毎じ。日使ったらこれ結構買わなくちゃ。4本ぐらい買わなくちゃ。でも治すぐ治るから、そう。でどんどんほら予防にもなるし、湿布ってだって高くない？まあね。でしょ？だこれも結構ちょっとでもすごい伸ばしていただいたらいいので、1本あったらすごい持ちます、重宝しますから、おすすめです。これはいくらなんですか？これは8000円です。8000円。でも湿布何枚も買ったら大変でしょ？こうやってこれもう 70g 入ってます。で伸ばしてくれればいいので、すり込んで伸ばす。だからそのベタベタいっぱい塗んなくてお風呂の後とかいいの？いいですね。最新にもなるし、おすすめですよ。そそうで、痛がってる人にね、これね、持っててね、塗ってあげたらね、なんか数十分ぐらいしたら歩いて帰れるようになったって帰りましたよ。あとね、上がらなかった腕がね、上がったりとか。ほら、私はインストラクターしてるから、生徒さんに塗ってあげたいと、塗ってって出してあげると、すごいなんかね、なんかリカバリーしてる、っていう感じです。もうこの2つはおすすめ。じゃあ2つ学びましたね。はい。でね、次回はね、またアキリンとお話しする際は、これをね、ちょっと、次回ね、新商品。次回続く。そう、命のもとというね、もうリエルセレクトのね、また新しいおすすめ商品です。これ僕が飲んでるやつ。そう、飲むって言っちゃいけない。食べ食べるてでるす。だ。そう、もう皆さんね、飲むっていう方がいるんですけどね、飲むは薬ですから、そうだ。これはね、健康食品という意味では、補助食品というイメージでね、食べるというね、表現が正しいかなと思うので、一日にね、どんどん食べてほしいなっていう感もうじ。2ヶ月食べてるよ。これ味どう？仕込みじゃないんですよ。ちゃんと食べてるね。味どう？味。美味しいよ。なんかお菓子みたいでしょ？なんか乳酸菌っぽい感じのね。まあお菓子だね。で、サラサラって。水いらないからね。でも水はたくさん飲んでいた。これを摂取した時には水をその後飲んだ方がいいかもしれないですね。食べるときは別になくてもそのね。ままでもサラサラっていける。もう習慣になってね、僕は朝ね、食べてる。いいことですね。隙間だっていうかね、お腹が空いてる時の方がああ、いい吸かも収しすれるないですの？ね。ちょっと甘いのでお菓子みたいで、ガトーだと思えばいい。そうですね。ガトーの代わりに食べるよね。このまんまサラサラって言ったら本当にいいと思います。でもこれはね、医療レベルと言っていいぐらいに、老化をね、除去するというかね、老化って今までは仕方ないもんだって言われてきたんですけど、2019年のね、ターザンかなんかにも載ってましたけどね、なんか老化は病気治せるものというね。で、そこがどんどんね、進んでね、医学は進んで、再生医療でね、変わってきますよっていう感じだったのに、もうイエルセレクトもうご用意いたしました。もう老化は除去できるものに時代は変わってきたので、あえてね、医療レベルの実感してもらえるものですと思いますけど、それをね、お手元にね、早くね、補助食品な感じで、まずは作ってみたので、ここからね、ちょっとね、試していただけたらなと思います。まあ、病院に行ってやるのはそれなりに大変だもんね。もうだって医療費とかね、結構ほら通わなきゃいけないで処すでし方ょ。箋がなくちゃダメになっでしちょ？ゃでもこれはまずね、ここからお試しいただいて、老化を止めていただいたり、もう老化してる細胞をね、どんどんこう除去するような感じでね、やっていただいたら、だって老化するから病気になったり、忘れっぽくなったり、できないことができなくなったりってなるわけでしょ？老化が病をね、生んでしまいますからね、まずそこの根本ね、老化を除去してほしいなっていうところに、もう何年か前から研究が進まれ、もう現実としてもうご用意できたので。で、まだね、ネットの方にはまだラインナップしてない、ここも初めて今日皆さんにね、見てる方にそうか、お皆伝えさすんるん初ですめけてど、見るんだ。そう、まだね、リエルセレクトにはね、今ね、リニューアルでね、追加準備中なんで出てないんですけど、お問い合わせいただいたらと思います。インフォのページから、老化細胞、新しい新商品について教えてください、欲しいですって言ってくださったらね、ご案内させていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん、リエルセレクトのね、インフォの方からお問い合わせいただけたらなと思います。はい、それでは、あきりんも、元気に、みんなの前でね、
元気をどん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 こうアピールしていってほしいと思います、うんうん、すごい復活劇ですからね、再生してね、もうね、おかげさまでね、うん、はい、まあ、これからもさらに、まあ、蘇らないとね、そう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 、もうキャラ編もしてね、うん、ちょっと新しいアッキリがどん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 ね、うんうん、作られていってますからね、うん、そう、もの考え方もこういろいろ変わってくるよね、はい、うん、そしてじゃあ今週末土曜日は205回の放送はまた続編、アキリンの乗っ取りを乗っ取り会でいきたいと思います、ね、はい、ではまたよろしくお願いします。土曜日をお待ちください。楽しみに、ではまた、さようなら、アキリン会でした。